これからいろいろ食べられる予感がするわ。あー見て、スキットルズがたくさんある。食べてもいいのかな。まずはカードを見てみましょう。私はスローペースだ。私は早く食べられるわ。私は普通の速度ね。よかった。とっとと始めちゃいましょう。私から食べるね。これだと早すぎるかな。いいこと思いついた。色別に並べて食べたらすごく早く食べられるわ。すごいいいアイデアね。ありがとう。ストローで食べた方が手っ取り早いわね。あ、私のベロが真っ黄色よ。まあいいわ、もうすぐ他の色になる。見せて。あー本当だ、今度は緑ね。もうすぐ他の色になるわ。最終的には紫になると思う。あーカラフルになった。予想外よ。食べ終わったなら私が始めるわね。あー投げなければよかった。手伝ってあげようか。口を開けて、私がスキットルズを入れてあげるわ。ジェニファーも投げるのは上手じゃないみたいね。何も入ってこないわ。楽しかったからいいでしょ。私もみんなと遊びたいけど食べないといけないの。あ、スキットルズがもうない。一口も食べれなかった。私はこれから食べるのよ。さっき一つ目を口に入れたばっかりよ。ミア、お願い、もっと早く食べて。待ってる間に年を取っちゃうわよ。わかったわ。ミアのことを手伝いたいんでしょ。いいアイデアね。助けなんかいらないわよ。私のお菓子なのに。ケイト、早くしないとストローが切られるわ。できた。私のお菓子を盗むことなんて許さないわ。自分で食べるの。No! あ、もう何もない。その代わり次のラウンドに進めるわよ。今度は何かな。ヌテラだ、やった。みんなカードを取って。はあ、急がなくていいのか。私のは、やった早く食べられる。私は普通の速度よ。運が悪いのね。一番ラッキーなのは私よ。かわいそうなケイト、頑張ってね。なんとかなるでしょう。もう始めたんだけど、このアルミホイルが邪魔ね。穴を開けないと。私の爪でできるかな。やったやっとヌテラが食べられるわ。おいしい。ミアのこと見てると食欲が湧いてくる。ヌテラなんだから当然でしょ。そろそろペースアップするわ。もっとたくさん食べる。汚い食べ方。私が満足できたらそれでいいでしょ。こんなにたくさんのヌテラを一気に食べたのは初めてよ。手がヌテラだらけよ。手を洗ってきて。後で洗う。今はやらないといけないことがあるの。汚いわね。見てられないわ。見なければいいでしょ。食べる邪魔をしないでよ。それどころじゃないのかわからないの。私もそれどころじゃないわ。ヌテラを開けるのって難しいのね。はあ、手にヌテラがたくさんついてる。早く舐めないと。ああ、中身はもう何もないみたい。残ったヌテラで満喫するわ。もうすぐ終わればいいんだけど。よかったね、ジェニファーが食べる番よ。やっとだわ。早く食べたい。おめでとう。だけどヌテラを私にあげた方がいいと思うわ。自分の分はもう食べたでしょ。今度は私の番なのよ。最高。口の中にどんどん入ってくるわ。スプーンだっていらないの。ジェニファー、やっぱり分けてくれない？嫌なの？それならプラン B があるわ。誰も見てない間にヌテラを食べるわ。What? あれ？なんでヌテラが流れてこないの？さっきまで流れてたじゃない。何も分かってないみたいね。もう一回やってみるわ。
Awesome! なんでまた何も出てこなかったの？なんでよ。もうちょっと集中しないと。おいしい。あ、わかったわ。ミアの仕業だったのね。待ってなさいよ。私も食べさせてもらうわ。痛い。ずっと前から分かってたわよ。どう？気持ちよかった？私のムテラは終わったわ。それなら私が食べるわ。でも私はゆっくりと食べるの。まずはゆっくり蓋を開けるね。もう我慢の限界よ。そんなに長く待てないわ。手伝ってくれてありがとう。だけどそんなに神経質にならないで。自分で食べられるわ。できないでしょ。手伝ってあげる。ほら早く食べて。優しいのね。ありがとう。おかげさまで今すぐヌテラを食べられるわ。もう代わりに食べてあげようか。それは自分でするわ。あともう少しで味わえる。ジェニファー起きて。もう座ってられないよ。チョコの匂いがする。調子はどう？やっと食べれたのね。ジェニファー起きて。すごく美味しかったわ。待ってくれてありがとう。食べ物はどこ？アイスね。大きくてよかった。早くカードを見たいわ。ああ、カメさんみたいにノロノロ食べないと。私は早く食べてもいいの。普通の速度っていいわね。アイスを食べてリフレッシュしましょう。ジェニファー、スプーンを貸してよ。私も使いたいの。もちろん、ちょっとだけ時間をちょうだい。何してるの？ごめんね、時間なんかないの。溶ける前に食べちゃわないと。アイスが出せないわ。やった、出せた。大きな棒アイスみたいね。すごい。いや、どうしたの？大丈夫よ、なんでもない。ちょっと寒くなっただけ。本当に大丈夫？あ、ミアが凍ったわ。何を企んでるの？バーナーを使うつもり？危ないわよ。ヘアドライヤーの方がいいよ。カモン！やった！また動けるようになったわ。ケイト、本当にありがとう。バーナーはもういらないってこと？そうよ。しまいましょう。もう解決したなら私が食べてもいい？いいアイデアだってあるの。見ててね。絶対にうまくいくわ。ほらね、最高じゃない。大満足よ。すごく大きなアイスクリームね。なんで私のこと叩いたの？アイスを食べようとしたからでしょ。確かに食べてみたいわ。ごめんね、でもアイスは私のなの。私が作ったんだから私が食べる。すごく美味しい。どこから食べても美味しいわ。そうでしょうね。嘘、アイスが落ちちゃうわ。残念ね。でも落ち込まないで。残りは私だけね。嘘でしょ。アイスが溶けちゃった。ビンゴ。でもいいことだってあるわ。これでアイスを飲むことができるの。気をつけてお願い。みんなにはかからないように気をつけるわ。服がびしょ濡れよ。美味しかったからいいもん。ここはどこ？新しいチャレンジの始まりだね。楽しそうね。私から始めてもいい？何か美味しいものが入ってる予感がするの。ちょっと外れたけど、ポップイットがたくさんある。なんかすごくいい匂いがするな。あ、やっぱり食べ物なのね。ミラ、何してるの？
ゴムは食べちゃダメでしょ。これはゴムじゃなくてグミなの。一気に食べたいな。大変だけど私ならできる。ラッキーだね。いいな。そうね、私も食べてみたい。美味しかった。お腹いっぱいだけど。それなら僕たちにちょうだい。勝手にもらっちゃいましょうよ。全部見えてるんだからね。私のポップイットに触れないで、自分で食べるわ。わかったわよ。それなら自分の金庫を開けるわ。何これ、信じられないわ。動いてる。嘘、生きてるミミズなの。ジュリー、最悪だね。僕の金庫じゃなくてよかった。どっか行って。ミラの方に飛んで行ったみたいだよ。ジュリー、なんてことしてくれたの。今すぐどうにかして。落ち着いて、掃除機でどうにかなるわ。見て、ミミズが鼻の下にいるよ。アレックス、笑わないで。ミラ、大丈夫よ、今すぐどうにかする。やめて、私の唇が。すごく楽しかったね。あ、ミラの顔を見て。二人のせいでこうなったのよ。全部アレックスのせいよ。アレックスに邪魔されたの。仕返ししましょう。ジュリー、なんで口の中にミミズを入れたの。これで私たちだって笑えるわ。そういえば金庫開けないの。変な瓶が入ってるよ。なんだろう、味見した方がいいのかな。どう、何かが起こってる気がする。何？ミラ見て、アレックスが小さくなった。あ、かわいいじゃない。アレックス、今机にあげてあげるわ。ミラ、ありがとう。でももうちょっと気をつけて。アレックス、すごく似合ってるわよ。一生このままでいて。いいアイデアだね。おお、ポップイットだ。食べるだけじゃなくて飛ぶこともできるよ。トランポリンよりも楽しいね。アレックス、何してるの。楽しんでるんだ。やっぱり可愛いわね。この投げキスはみんなに送ったよ。あ、疲れた。もう飛ばないよ。それならさ、ちょっと遊ばない。そんなことしたくないよ。なんですぐに噛むのよ。嫌だって言えばよかったのに。楽しいと思うけどな。楽しいですって。本当の楽しさはこれから始まるのよ。戦いなさい。ジュリー、何をするつもりなの。ミミズと戦えばいいんだね。こんなの簡単にやっつけるさ。今のところは負けてるわね。大丈夫、まだなんとかなる。アレックス、すごいじゃない、勝ってるわよ。くらえ、あと少しで勝てるぞ。あと少し。すごいのね、びっくりよ。そろそろ元に戻らないと。また元の大きさになったのね。そうだよ。私から始めてもいい？いいよ。わあ、見て、新しい iPhone よ。綺麗。からかわないでよ。羨ましいんでしょ？二人は絶対に手に入れられないのよ。アレックス、邪魔しないで。僕にちょうだい。絶対に奪ってみせるからね。二人ともやめなさい。私に貸して。ミラ、何してるの？返してよ。ゲームしてるの、邪魔しないで。僕も遊びたい。私には関係ないわ。なんてことしてくれたの。私の携帯が落ちたじゃない。あ、ごめん。アレックス、私の携帯は？見ない方がいいと思う。ああ、バレたわ。ごめんね、わざとじゃないんだ。喧嘩しないで、私の金庫の中身を見てみましょうよ。なんか変な音がするわね。
何が入ってるの？なかなか取り出せないわ。逃げてく感じがする。嘘でしょ？カエルなの？本当に？そんなはずないでしょ？誰かどうにかして。カエルなんか触らないよ。やった、どっか行ったみたいね。今度は私の方に飛んできたわ。ああ本当だ、ぬるぬるしてる、最悪。ジュリー、飲み込むところだったんだけど。そんなにびっくりしなくてもよかったのかもよ。見てよ、可愛いじゃない。もしかしたら王子様なのかもしれないわね。キスしたら変身するのかな。どう？カエルにキスしたの？そうよ、確かめてみたかったの。僕の方には何が入ってるかな。これ何？どうすればいいのかな。かぶってみたら似合うかもよ。ミイラ、気をつけて。またカエルが逃げたよ。あ、見て、カエルがチョコみたいになったよ。あら、本当ね。これ本当にチョコなのよ。おいしい。その帽子の使い方がわかったわ。私だって何を入れればいいか思いついたわ。何してるの？携帯をチョコにしたのよ。いいね。すごくおいしいわ。僕も何かチョコにしたい。でも何もないよ。ジュリー見て、アレックスがチョコになった。ミラ何してるの？指をどうするつもり？ダメよ、食べないで。そうね、食べない方がいいと思う。アレックスを元通りにさせるためには帽子を外せばいいんだと思う。ありがとう。今度は僕からね。おいしいものが入ってる予感がするよ。わあ、チョコシェイクだ。おいしそうね、分けてくれる？まずは開けないと。一人では何もできないのね。ここを回さないと。ありがとう。で、それで分けてくれるの？分けるわけないでしょ、自分で飲む。すごくおいしいよ。意地悪ね、手伝ってあげたのに。くらえ！ジュリー何してるの？僕のシェイクが。分けてくれればこうならなかったのよ。なんだよ。今度はミラの番ね。何かまずいものが入ってると思うわ。あー魚だ、どうしよう。こんなの食べたくないわ。早く食べて、臭くて息できないよ。いやよ。わかった、みんなのために食べてあげるわ。気持ち悪い、魚なんか一生食べないわ。まだ残ってるよ、早く食べて。わかった、一気に食べちゃう。すごい、どうやったの？ミア、すごいね。やめて、僕の方に飛んできたよ。面白かったじゃない。面白くないよ、金庫を開けて。キャンディーが一つしかないわ。どうすればいいのかな。食べちゃおう。美味しいけどこんなのじゃ満足できないわ。変なおやつね。そうだね。あれ、何これ、顔がキャンディーだらけだよ。でもよ、すごい、魔法のキャンディーだったのね。見て、取っても取っても新しいキャンディーが出てくるわ。僕も食べてみていい？美味しいね。見て、僕の方にもキャンディーが出てきた。すごい、気に入ったわ。ミラも食べたい？嫌だ。おかしいわね。やった、新しい金庫だ。開ける準備はできてるわ。あ、ヌテラが入ってる。そうね、すごく大きいわ。ラッキー。ジュリー、気をつけて。あ、痛い。二人ともごめんね、今はヌテラに集中したいの。早く食べてみたいな。見てよ、すごく美味しい。僕も食べてみたいな。
やった、少し食べられる。私のネテラに手を出さないで、誰にも渡さないんだからね。ジュリー、汚いわよ。だから何？あ、私の手が。今すぐ助けてあげないと。アレックス、引っ張って。こんなの嫌よ。引っ張ってるよ、抜けない。助けて、転んじゃうわ。引っ張ってって頼んだのはジュリーでしょ。やった、ヌテラゲット。私は大丈夫よ。そんなの興味ないよ。なんで私のヌテラを食べてるの。まだ残っててよかった。そろそろ私も開けるわ。ああ、最悪。カビチーズよ。早く食べて、そうすれば臭くならないよ。手伝った方が良さそうだね。やめてよ、自分でできたのに。でもいい感じじゃない。ほとんど食べ終わってるね。どうやったの。あと少しで吐いちゃいそうよ。吐かなくてよかった。残るのは僕の金庫だね。あ、ブラックホールよ。